おはようございます。今日は1月26日光の言葉ナンバー60をお伝えします。で、5本の柱の中の3番目、クインタッセンスですね。今日はご紹介したいなと思ってます。ポマンダーと形はね一緒なのでちょっとややこしいですけどね。このクインタッセンスっていうのは私たちのこう体からね30から40センチ離れたエーテル体からアストラル体にかけてこう働きかけると言われています。で、15種類あるんですね。で、このボトルもマスターボトルに対応しているのでボトルもあるんですが、1本だけ、ね、こちらのクインタッセンスにはボトルがないんですね。で、この私たちの内にある美しい本質が目覚めることを助け、あなたに癒しのバイブレーション波動をもたらしてくれるっていうのがクインタッセンスになりますね。49種類のハーブの抽出液とエッセンシャルオイルの組み合わせでできています。で、ポマンダーより、ね、薄い色ペールカラーをしています。ポマンダーよりさらに精妙なエネルギーでありエーテル体からアストラル体のオーラの領域に働きかけるっていう特徴がありますね。私たちのこうスピリットが向上することを助けるエネルギー、自分自身が持っている特定の質、あるいはあなたの人生の中で生じる特定の問題についてもっと意識的に明晰になることをサポートしてくれるエッセンスになります。これもね1本ずつ役割があります。まず50番エルモリアですね。こちらが御心がなされますように。51番の靴見、天使界と人間界の接続。52番レディーナダ、無条件の愛。53番ヒラリオン、道、真理、人生を探求する。55番セラピスベイ、浄化と意識の光。55番キリスト、意識の光を地上にもたらす。56番セントジャーメイン、癒し錬金術再誕生変容。57番パラスアテナ、ドリームワーク、寝る前とかにねおすすめです。58番オリオンアンジェリカ、新しい始まりと終わりに。これはね旅のお供にもぴったりなんですね。59番レディーポルシャ、愛を伴う明晰な判断、ジャッジメントをやめましょうねってね。60番老子と観音、ラウツ&コアイン、静けさの中で自己を知る。これだけボトルと違う色なんですね、はい。61番サナトクマラ、内なる真理。62番マハコハン、内なる声、私は誰か。63番ジュアルクール、真実を探求する。で、これはボトルは存在しないんですけどクインテッセンスがあります。ホーリーグレール&ローラーソーラーロゴス、内なる受容性と直感ですね。これがクインテッセンスです。5本の中のね柱の中の一つ、私はレディーナダとワークすることが多いですね。で、セラピスベイは本当にあらゆる浄化とかにクリスタルの浄化とかもだし場の浄化とお掃除するときに使ったりとかすごくおすすめなので、またぜひ使ってみられてください。で、今日はアークエンジェロイはラファエルご紹介しますね。で、ラファエルのボトルは96番になります。上がロイヤルブルー、下がロイヤルブルー、シェイクしてもロイヤルブルーです。ラファエ
出が創造的可能性に形をもたらす。アファメーションがより明確に開き、より鮮明に見、よりはっきりと味わうと直感が育ちます。隠れているものすべてが明らかになります。これはロイヤルブルーですので、サードアイ、第6チャクラですね。そこがロイヤルブルーの色になるんですね。ロイヤルブルーなので、ちょっとまたアート、こちら私お気に入りなので、虚空蔵菩薩様置いてます。この大天使のラファエルの意味がね、あの治癒、こう癒しとか癒されるっていう意味なんですね。ラファエルは天使界のヒーラーと言われています。神は癒される、神は癒すという意味を持ってますね。癒しの天使であり、心と体の調和と平和を手助けする大天使です。旅人が安全に旅を行えるように、上空から見守っているとも言われています。人間だけじゃなくね、動物も癒すんですね。またね、今ちょっと旅とかにはね、なかなか出にくい状況ではありますが、ね、旅の時ラファエルにね、無事にあのお家に帰ってこれますようにって全皇帝をね、こう委ねお願いすることで、ラファエルは旅の道中ずっと守ってくださるので、こうやって天使にあのサポートをお願いするっていうのもおすすめなんですね。天使は私たちが助けてっていうのを待っています。このラファエルのアークエンジェロイ、あなたが感じることがあなたの答えです。とこのエッセンスの説明をしますね。このエッセンスは深い穏やかな平和と内なる声への目覚めを体験するように、直感的な知覚を育てるサポートをしてくれます。外側の感覚の扉、私たちが外的な現実を知覚するための5つの感覚器官ですね。それから距離を置くにつれ、批判的な知覚のパターンを解放し、気を散らす影響に巻き込まれることから距離を置くにつれ、私たちは内なる感覚と天から注がれる洞察により気づくようになります。私たちの注意は関わりのあるすべての存在、私たちのコミュニティにとって良いものの思考へ向けられ、同時に内なる男性性、女性性のエネルギーとともに、よりくつろぎ、より大きな平衡の中にあることでしょう。自分を抑えたり、分析したり、理論化したりする傾向が減り、コミュニティとの関連の中で真実の質を表現し、より平和の手段となることができるようになっている自分を見出すことでしょう、とあります、ね、本当に自分自身が自分自身を癒し、自分がより癒されることで自分が愛で満たされ、その愛が溢れた時に世界を癒し満たすことができると私は思います。まずは自分が自分を癒していく。私のヒーラーは私、あなたのヒーラーは私、あなたのヒーラーはあなた、ね、あなたを癒せるのはあなただけです。ぜひね、あのこういったクイントエッセンスとワークされるのもおすすめになります。光の言葉ナンバー60、行動の先に続く道がある。じゃあ遠隔でラファエルのエネルギー飛ばすので、受け取ってライアの音色とともにね、エネルギーを感じてください。
も見てくださってありがとうございます。明日は光の言葉59、またこうして元気にお会いできることを楽しみにしております。私はあなたを愛してます。私はあなたの応援者です。ではまた明日。